魚帝国です。いいよね、あの金魚ね、こういう仕切りというかね、いい感じですよね。今ね、これ流金でしょ、このでかいの、このめっちゃでかいやつ流金でしょうね。流金のなんていう種類なのかな、わからないです、調べようともしないんですけど、この白いやつはこれ何ですかね、和金ですかね、これも名前知らんとかあったんですけどね。これ赤いのもそうですけど、何か名前を知らないんですよね、種類を調べようともせえへんの悪いんですか。このね、90センチ水槽、これはコトブキかな、いいですよね、やっぱりガラス水槽っていうのは、このここね、R がここに乗ってて、金魚とか缶はガラス水槽とかいいですね、むちゃくちゃクリアですね、ほんで、めちゃくちゃいいです。このジャンボ尾崎ね、このジャンボ尾崎めちゃくちゃいいですよ、これろ過装、今まだ2週間、3週間ぐらい経ったのかな、全然汚れてないですもんね、2週間ぐらいかな、これようろ過してるんじゃないですかね。でこの上のね、コトブキの900のね、これですけど、これもかなりね、いいろ過能力してますわ、これまだ1回もフィルター変えてないですけどね、ダム方式ですね、流れていくやつね、いいですよ、ね、ちょっと汚いけどすみません、これね、こうやってちょっとこの綿だけ変えなあかんかなと思ってますけど、音も静かですしね、コトブキのこのね、これいいですよね、綺麗ですよね、川のせせらぎみたいな感じで、ここでもなんか変えそうですね、土壌かなんか入れとったらどうですかね、この中ね入らへんわはい、このオランダ獅子頭かなんかですね、ちょっと入れすぎたかな、これメチレンブルー1.5 トン用、これね、いきなりなったんですよ、白天病見えます、まあ急になってたんですよ、普通に次の日にね、ここの部屋来たらね、勝手になっとったんですよ、こっちのここの水槽を入れとって、まあ、点々がいっぱいでね、これ今メチレンブルー今日2日目なんですけどね、ちょっと量がわからんかったから適当に入れたら結構ブルーになっちゃって、でろ過装も入れてないです、明日ちょっと水半分、このぐらいだけ水かいてね、ちょっとやろうかなと思って、塩もちょっと入れてます。これひどいでしょ、ほんま急になるんやね、白天病院はね、はい、こんな感じでね、モロヘイヤとかあげてます、ゼックスのね、これなんか来てますけどね、これなんやこれ、ゴミ掃除なんだね、まあこんな感じでね、事務所の水槽をね、こっち1個だけやったんですけどここに1つ薬浴用乙姫佐野さんでこうたやつね、はい、こういう事務所です。私のね、事務所部屋、水槽部屋になったというね。こっち道場、ね、道場。あ、電気消えてる。あっちがアロアナ水槽、あっちがグッピー水槽。ね、そんな感じでやってます。皆さんもこのガラス水槽ね、いいですよ、中古。もう一個買おうかなと思ってます。もう一個買ってね、こっちに置いて、空風呂のでかいのと、アイススポット、キクラっていうかな、あの2匹を入れれるかなと思ってね、ちょっと90では狭いかな、1200やったらもうね、これ水槽部屋になっちゃうんでねここ通れなくなっちゃうんで、こここの2つをこういうのを買って、もう1個90の買って2つ置いて、これどけてね、でこれどけたら今度な、この僕の好きなこのなんていうの、水槽でこう間仕切りがしたかったらなくなるもんね、これがしたかったもんね、こんな感じでね。
チェアしながらねやってますけど、はい、そういうことです。もう一個ここに90置いたら、もう一個ここに90置いたらね、ここは通れないんですよね。90やったらこの山で来るんでね、こうなっちゃうんでね。この90を 1,2 並べたら結構いい感じになる。1800ぐらいの水槽を置いてみたらなるんですけど、うん、難しいね。はい、皆さんも水槽悩みますか？いろいろね、楽しみましょう。これいいですよ、本当にね。これとこれ2つセットでめちゃくちゃ水きれいです。はい、今日はね、事務所部屋を紹介しました。ありがとうございました。さよなら。